平方元は、日本のピアニスト、シンガーソングライター、エンターテイナー、音楽表現者である。大阪府堺市生まれ、宮城県仙台市育ち。トーマスの由来は、体型を意味する、スマートから来ている。本人が、肥満体型なので、スマートを逆から読んだ、トーマスとなった。機関車、トーマスや、外国人の名称とは何だ関係ない。 大阪府堺市で生まれた後に宮城県仙台市へ移り住み育つが幼少期は父親の転勤の都合でアメリカで過ごした時期もある。現在は埼玉県富士見市在住。関東を拠点に全国でライブ活動を行っている。中学1年生から趣味で作曲を始め、高校生の時に英語の授業で We Are the World のビデオを見て感動し、 プロの道へ進むことを決意する。1994年9月11日、新宿スペースゼロで開催された、ヤマハポピュラーソングコンテスト、ヤマハミュージッククエストに、ピアノ弾き語りスタイルで出場。その時演奏した曲名は、さよなら、そして何時かまた。日本大会にて金賞を受賞し、日本代表として、世界大会出場。特技はモノマネで、一人で、 We are the world をするパフォーマンスをよく言っている。尊敬する作曲家は、堤美京平、アランメンケン。人間参加、結婚雪の舞曲人間参加結婚、雪の舞曲人間参加結婚、雪の舞曲を返し、タイムカプセルしまってゆこうぜ。クリスマスの奇跡僕は神様じゃなかった10年後の、君より。ピアノ弾き語りバージョン、へいほう、勇者、ああ、行くぜ。 マイウェイ未来の空役立たずの、タイムマシン音楽男、ミュージックマン。ミュージックマンけれどもわがままメッセンジャー1 5 1 a つながり今、ありがとう命あるところ音義話から、音ぎ話始まりの音ベビーブルース。手のなる方へ、ソングトークスーパースターシーンを覚えムーンライト愛する、人へ、高校精神路情報番組、ラジオキャンパス、グランドラジオキャンパスパーソナリティ、平ら元は、 この番組の音楽と盛り上げ役担当。番組内では、平方元の一曲実行のコーナーで登場。メッセージを込めた一曲を紹介、弾き語りをする。最近では、曲作りの裏話などもする。平方元公式ブログ、平ら元 h t t p a m e b l o j p f u n k y 0 9 1 7 g e n y y a m a h ミュージッククエストマイナス -1994 年日本、大会。y a m a h a h t t p w w w y a m a h a m f o r j p h i s t o r y e h i s t o r y m q m q 0 5 h t m l ハットビピットサウドコーポレーション。 vividsouth corporation http://www.vividsount.co.jp スラッシュアイテムショー php リットイコール4兆5462億6620万7181改正学生会館 hpe 内ラジオキャンパスのタイムテーブル改正学生会館 <ッ> http://www.kai-sei.co.jp:/ivent/lajio.html ありがとうございます。